トラビス・バーカーっていう人が、うんうん、あードラマーのもうあの人もガンガン出してるんですよね。そういうラッパーにちょっとロックやらせるみたいな、なんか変な言い方ですけど、あやっぱそこで結構変な癖ですねそれ。そうですね、流れが来てって、まあ、はい、どうも玄米レコーディションとインカミです。今回はロックやヒップホップまで独自の音楽を特化させた次世代ラッパーシックボーイについて語っていきたいと思います。はい、お願いします。ちなみに私ディッシモはトラックメーカー兼 DJ として活動しており、はい、私インカミは音楽ブログを運営しております。もしこの動画が良ければぜひチャンネル登録およびに高評価よろしくお願いいたします。お願いします。それでは行きましょう、レッツゴー。シックボーイさんはですね、はい、1998年生まれの東京都出身のラッパーの方でして、はい、風貌はまるで往年のビジュアル系アーティストのようなルックスで、はい、今までのラッパーのイメージとはかけ離れたルックスですね。確かに。で、音楽の特徴はオルタナティブ、エモ、ラウドロック、J ロックという音楽にヒップホップを融合させるという際立った個性が魅力的なアーティストの方ですね。なので、あの洋楽だとあのマシンガンケリーとか、はいはいはい、まあ、イメージしやすいのかなっていうのはありますね。はいはいはい。2018年3月に、はい、サウンドクラウドで公開されたネバーエンディングという EP が話題を呼びまして、はい、なんと活動スタートわずか1年で160万再生を突破すると。おお、順調な滑り出しですね。そうですね。で、この EP のヒットをきっかけにシャカボーズさんっていうラッパーの方が主催する音楽イベント、はい、トキオシャーマンに出演し、うん、その後クラブやライブハウスなどの出演オファーが増えたということですね。2019年にそのシャカボーズさんプロデュース曲のハイプスっていう曲でさらに注目を集め、で若者から支持を得て徐々に知名度が増していったと。なるほど。2020年2月には、はい、トラックメーカー音楽プロデューサーの KM さんを迎えた EP、はい、シックスセンス、はい、続いてシングルの悪魔エモジーという曲をリリースします。うんうん。 J ロックとヒップホップの融合という、まあ、シックボーイさんのオリジナルスタイルをさらなる高みへと導いたと。なるほど。ちなみに私はですね、この悪魔エモジーという曲でこのシックボーイさんの存在を知りまして、そうで、このポップパンクでラウドな音にこうトラップのリズムサウンドが組み合わさったようなクールな曲に仕上がってるんですけど、特にこのジャケットが結構印象的で、なんだろう、昭和のなんか演歌歌手のようなジャケットでとどまりましたね。これはなんだ、これは目に留まったと、手島さんの。そうです、そうです、そうです。シックボーイさんがさらに世に認知されたきっかけの曲が、はい、ヘブンズドライブフィーチャリングビビットボーイという曲でして、はい、リリースから1ヶ月で YouTube 再生回数60万再生されると。で、サブスク合計再生数はもう200万超えだそうで。おお、すごいですね。すごい人ですよね。うん。この曲はですね、先ほども言いました音楽プロデューサーの KM さんが、まあ、トラックを提供している曲なんですけど、はいはい、KM さんといえばあのバッドホップやスカイハイなど、うん、数多くの大物ラッパーへトラックを提供している方なんですけど、うん、ヒップホップやロック、ダンスミュージックなどを積極的に取り入れる、まあ、ジャンルレスな曲を作るのが得意な方でして、はい、バンドマンの経験もあったみたいで、うん、まあ、なので、まあ、時にはこうロックで、まあ、ラウドなサウンドが目立つのかもしれないですね、はい。うん。音楽活動を始めるきっかけになった人は当時小学6年生の頃に出会ったラルク・アンシエルのボーカリストハイドさんがきっかけだそうで、お、はいはいはい、当時バンクーバーオリンピックに主題歌として、はい、ブレスという曲が起用されていたんですけども、うん、その1曲でハマったのがきっかけだったと。なるほど。で、ハイドさんはシックボーイさんにとってヒーローと崇めるほどの存在と。中学高校生の頃はロックばっかり聴く少年だったと、はい、幼い頃から父がプログレッシブロックや、うん、ハードロックが好きで、はいはい、イエスやキングクリムゾン、うん、ディープパープルなどが普通に流れている環境で育ち、はい、家族でよくライブにも行っていたそうですね。なるほど。高校生の頃にバンドを組み、はい、ボーカルとしてシムやマキシマムザホルモンなどの、まあ、日本のロックバンドの楽曲をカバーしていたと。なるほど。で、このラルク・アンシェルさんに出会ったすぐ後ぐらいに、うん、ニルバーナやグリーンデイ、サム41、レッドホットチリペッパーズなど、はい、いわゆる海外の、まあ、ポップパンクと言われる人たちと CD を友達と貸し借りし合っていたことが始まりで、特に好んで聴いていたのがマイケミカルロマンスだったと。そんなロックキッズだった彼が、はい、なぜそのヒップホップにのめり込んだかというと、はい、高校生ラップ選手権にも出場している、はい、サルバドール・マニさんという友達の方が、はい、ずっとヒップホップを、まあ、聞いていたそうで、はいはい、でその影響で、まあ、ヒップホップをシックボーイさんも聞くようになったと。ああ、なるほど。そういった経緯があったんですね。そうです。
ちなみにインカメさんは、はい、シックボーイさんを知った経緯というのはどんな感じだったんですか？僕がシックボーイさんを聞いたのは、はいはいはい、iTunes サブスクやってるんで、はい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 、はい、それで新着のアルバムとかずっとチェックしてるんですけど、はい、でティッシュモさんと共通の友達が先にあのバニタスっていうアルバム最近のやつをお気に入りにしてたんで、ああの骸骨のジャケットの、そうそうそう、なんかジャケットええー、と思って、であいつも聞いてるなら俺も聞いてみようと思って聞いてみたら、うんうん、かっこいいと思って一発でやられました。そうですね、バニタスもそもそもダークだけど洒落てるけどポップみたいな感じで、うんうんうん、で3曲目のねクリーピーナイトメアでドカーンと持ってかれたなって感じでしたね。あーなるほど、エモラップの話、いいですよね、そう出たんですけど、はいはいはい、その友達ともそのやっぱ海外とかではもう結構前からそのエモラップ流行ってて、はい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 、マシンガンケリーとかで一緒にその盛り上げたブリンクのバンドのトラビス・バーカーっていう人、うんうん、あードラマーの、もうあの人もガンガン出してるんですよね、そういうラッパーにちょっとロックやらせるみたいな、なんか変な言い方ですけど、あやっぱそこで結構変な癖ですねそれ、そうですね、流れが来てて、まあそのトラビスさんももともとヒップホップが好きで、はいはい、それで、あーなるほどなるほど、でマシンガンケリーももともとバンドやってたりとか、うんうんうん、ロックに精通してるところあったんでっていうところで意気投合してっていう流れも、なんかその KM さんとのコラボの方でちょっとなんかダブルような感じもあるんですけど、結局でもそのなんか洋楽で流行ってるからの焼き回しとかじゃなくて、うん、シックボーイさんはそのラルクまあ好きっていう根底にあるし、はい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 、ポップさっていうのがやっぱズバ抜けてると思うんですよね、うんうんうん、そのクリーピーナイトメアも出だしからすごい洋楽ライクな出だしで、はい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 、すごい壮大な感じなんですけど、うんうん、めちゃくちゃメロディーが耳に残るじゃないですか、歌とかも、うん、確かにキャッチーだしね、そうなんですよね、だからそこが別に意識して差別化してるってわけじゃないと思うんですけど、流れも組んでるし、ブリングミザホライズンとかも聞いてるしたんですよ、はいはいはい、アモっていうアルバムかな、なんかインタビューで聞いてたって言ってたんで、ほうほうほう、だからやっぱそういうところのロックのその今のスタンダードなところとかもすごい聞いてるとか、うんうんうん、そういったところでやっぱ自分にも刺さる部分がすごい強かったかなと思って、なるほど、その過去のやつとかも全部聞いてって感じですごいハマってるなと、はい、淡々と聞いてましたけど、ティッシュモさんの、なるほど、実は全員めっちゃ聞いててすごい好きっていうオチですね。なるほど。そうなんですよ。確かなんか日本のロック界隈ではまあ珍しい方ですもんね、こういうヒップホップとラウドっていう組み合わせっていうのが意外とありそうでなかったといいますか、ない、うん、まあでもなんかやってる音楽は最近ですよね結構、うんうんうん、歌メロは J-POP っていうか歌いやすいし耳に残るものなんですけど、はい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 、KM さんが作ってるトラックとかはやっぱその昔じゃないっていうか、うん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 、そうです、なんかねちょっとたまにやりすぎぐらいな展開とかもあるし、思いっきりぶち込んでるなみたいな、うんうんうん、そのバンドだったらこんなやり方しないけどトラックメーカーだから断片的に作るのもあんま抵抗ないのかなっていう展開だったりとか、確かに急になんかハードスタイルな展開になる時もあるそうそう、あったりとか結構あったりするから、うん、そうですね、確かに、そういうのとかがやっぱいい味なんじゃないかなって僕は思ってますね、うん、なるほど、はいはい、それではシックボーイさんについて語っていきました。もしこの動画が良ければチャンネル登録グッドボタン、はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。おい、じゃあね、じゃあね。